ただいまから、貼り方のご説明をいたします。お送りしました、カッティングシートを、それぞれの分野に切り分けます。ガラスですが、油分の方を必ず取ってからきれいにして乾燥させてから、ご使用ください。このように剥がしていきます。貼り付けるところに、位置が決まりましたらこのように貼り付けます。で、タオルでしっかりしごいてください。剥がし方のポイントは、どちらか端の方から形で、少しずつ剥がしていきます。これをこうすると、一緒に文字が剥がれてくることがあるので、できるだけゆっくりこのようにゆっくり剥がしてくださいよ。はい、こんな感じで完成です。あとは、同じように貼り付けて剥がしてください。